こちらです。はい、します。じゃあ、ご報告がありました、はい、今日は本当に2人でもまだ知らない話がちょっとあるんで、はい、まあこれはある種2023のまとめ動画だよね。おゆりチャンネルとしての、はい、あの2023年最初僕カフェの店員に恋するとこから始まったわけ、うん、でまあめちゃくちゃ可愛くてさ、はい、結局まあ最近見なくなっちゃったっしょ。確かにやめちゃったかな。そうなんですか。なんかわかんない。まあとりあえず見てないんだよ。はい、なんだけど、うん、その後私しゃぶしゃぶ行ってんだよよく、うん、はい、そのしゃぶしゃぶにめちゃくちゃ可愛くいてさ、はい、あったじゃん。います、ね、めちゃくちゃ可愛い。その食べ放題の店なんだけど、まあ俺たちひたすら元取ろうと頑張ってたら応援してくれる子っていう店員さんがいる、うん、そう、そのことの話ってところまで俺ら聞いてるけど、うんうん、なんだけど、はい、あの遊んできた。え、しゃぶしゃぶ以外で、うん、マジ俺早えな。一回だけ会いませんかみたいな。しゃぶしゃぶ食ってる時に、うんうん、しゃぶしゃぶの赤身肉くださいっつって、うん、持ってきた時に、今度は空いてますか、うん、行きませんかどこか。向こうもなんか最初何言ってんだこいつみたいな感じで、はいのハテナ、はいハテナ、はい、みたいな、うん、まあ、そこも可愛かったけど、うん、映画見てきた。マジそんな言ったの。でも映画見て帰ったけど。マジか。え、何その報告すごいじゃん。でもいい、一瞬一個言っていい、うん、あのあれだし、あの彼氏いないんだけど、うん、好きな人いるらしい。マジかよ。汽車を待つ君の横で僕は時計を、映画のチケット買ってる時に言われた。好きな人とかいるのって聞いて、うん、なんでそこで聞いちゃったんだろうな。確かに聞かなきゃよかった。ミスったよマジで。そしたら、はい、いますって言われて、うん、めちゃくちゃ映画的には面白かったんだけど、うん、頭の中、好きな人いるのかって。別にだから俺もそんな、わかる、うん、付き合おうと思って言ってるとかじゃないもん、うん、そうそう、まずそうそうそう、フォローしてやるよ。で、俺すげえ見たい映画だった、うん、普通に面白かったんだけど、うん、なんかわかんない、俺って下品なのかな。その映画終わったら、うん、楽しかったねっつって、うん、気をつけて帰ってよっていう感じになった。普通に俺が帰らせたとかじゃなくて、うん、もう自然にただ映画を 見に行きませんかっていう感じだったから、うん、もう本当に映画で終わり。なるほどね。で、なんか逆に好きな人いるって言ってんのに、うん、俺が連絡してたら、うん、ちょっときしょいかなと思って、うん、一旦もう静かにしてます。うわー、じゃあこの恋終わり。終わり、これも終わり。うわー、フィン。どの日の俺、ユウの寂しい背中見たかったら、うん、家帰る。そんな、うん、映画終わった後に、うん、リュウさん誘ってサウナ行った。やっぱ俺らが役不足でした。幸せだった。うん、俺の宝物。あいついれば何でもいいな。リュウヤさん、俺の宝物最上位。ちゃんと説明しないと分かんないよ、その。俺美容師さんと毎日遊んでんだよ、うん、週4ぐらい、うんうん、だからさ、宝物だって呼んでる最近、うん、そしたら毎回リュウヤさん、所有物っつって。その所有物7神戸だけど。まあ普通になんか久々に楽しかったなっていう。ああ、うん、そちらないんですか。なんかこちらもなんか、うん、デートした。何、どんどん、何、ちょっと大人のデート。はい、普通にちゃんとデートした。え、マジ、映画以上の大人デートあんの。え、映画以上って、それ映画行った後にディナー食ってたら大人のデート。映画食って別にポップコーン爆食いして一回あったからな。そういうことね。めっちゃ子供のデートだよ。まあお腹減ってない。何、飯食って、うん、いや、ドライブして、うん、めっちゃいいよ。で、海の方行って水族館とか行った。めっちゃいいじゃん。やっぱすごいね。めっちゃ良かったよ、本当に。可愛かった。可愛かった。うん、結構好きで、うん、好き、もう好きなのか。うん、好きなんだもん、うん、結構好きなんだけど。え、もうそれ見てたら告白じゃん、うん、え、お前 YouTube 何だと思ってる。しかもちゃんと伝えた。え、告ってんの。いや、なんか気になってんだよね、知らなかった。でも俺がその返事とかは別にいらないから。うわ、めっちゃ、え、キザな感じにしてるから、うん、でもそれはまだ進展そこからないから、うん、お楽しみにって感じ。あ、進展したらじゃあまた、うん、進展というか何かあったらまた報告してくれる感じ。めっちゃいいね。こちら側進んでるよ。こちら側進んでんだよ。ね、俺追い抜くよ。うん、ああ、マジ。で、俺はまず一歩踏み出す。俺はまず一歩踏み出す。早く踏み出してくれよ。現在は一旦大丈夫。え、一個思ったんだけどさ、うん、恋しますっていうトークじゃん。うん、え、なんでこっちがいいの。ええ、なんでカメラ裏でいいじゃん。なんで来たの。なんか…確かに。出たかった。久々に出た。最近出てない気がして、うん、出たかった。で、なんか喋って、嘘でもいいから喋って。嘘でもいいからか。嘘でいい。嘘でもいい。じゃあ今から嘘を始めます。どうぞ。嘘でいいから。てか、あの話聞かせてよ。なんか一緒に音楽聴きながら帰った子の話。そうそう。
おお、なんか一回言ってたじゃん。ああ、いや、ほんとエモい気持ちになったやつね。ああ、そうそう、スノースマイルまず歌ってもらっていい？ちょっとエモい気持ちです。スノースマイル、スノースマイル、エモい気持ちで歌いたい。俺12月めちゃくちゃライブあるから無理だ。うん、喉は大事。じゃあライブで聞けるのかな、スノースマイル。その子はさ、うん、どうやって終わったの？え、今終わってんでしょ、だって。そうそう、全然俺その付き合う気がないですって言ってたの。うん、でもすごい好きだったんだけど、うん、え、付き合う気ないですって元太が言ってたの。そう。え、めちゃくちゃ調子乗ってる。え、これ、ちょっと待って、ちょっと待って、言葉、言葉にさ、ニュアンスは違うよ。遊んでたってこと？いや、遊んでない、遊んでない、別に。俺もモテたいから、うん、ちょっと今彼女とかはっつって、だからそういうの付き合う気ないですっつって。だけど遊んでたの、うん、最終的に生産性がないって言われました。あなたとの関係の生産性がないって言われました。言葉だけど大人だね。結構、うってなんだそれ。もうめちゃくちゃ食らって、生産性ない帰り道5回つぶやいた。ゆりチャンネル。あと最近めっちゃ笑った話していい？うん、いいよいいよ。俺、元太とパチンコ行ったのね。うん、そう、俺パチンコデビューしたのよ。うん、なんか、うん、結構行くタイプなの。あ、マジ？実は結構行くの。うん、別にそのそ、ね、きっかけさえあれば、うん、で、もう2回目とか3回目なのに、うん、ビギナーズラック来ねえかなーっつって一回も来てねえんだよ。で、うん、俺隣でやってたんだけどさ、うん、まあそのゲンタ、これ多分いくら初めてだからいくらって決めてたんだよ、うん、で、こうやっててさ、うん、したらなんかもうねえんだよ、たま、うんうん、で、俺隣で言ってて隣でやってんじゃん、そしたらもう、ゲンタたまないの、うん、なんか、たま探すんだ、めっちゃちょ、で、1個見つけたのか分かんないけど1個プッて入れて、プッて投げたら入ったの、うん、さ、あれって入ったら3玉ぐらい出てるからそれもこういうことって、で、なくなったらもう探してんの。違う、あの時こちょ、こちょ、こちょ、え、玉探してたの？違う、あのね、なんか玉を壊れてたんだよね、ちょっと出すところが、うん、なんか変な詰まり方してて、うん、その玉がいっぱいあったんだよね、転がってる玉が、うん、バババババっていうなってたやつを絶対全部使ってやりたいって思って、うん、あ、そういうことね。あ、そういうことね。それで俺なんかさ、ずっと隣やってたからさ、もう探してるからさ、え、俺普通に、え、気まずい、1000円あげようか。めちゃくちゃ小じきじゃんと思って。いやいや、さすがに俺ももう30でそれはできない。このなんつうの、1個拾ってこうやってやるのとかはやんないけど、ほんとバーってやった時バー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 ってなんか全方に転がったの。弾だから転がるんですよ。それを探してるのよ。それずっと笑ってくるけど、ほんとに恥ずかしい。俺はほんとにもう俺隣で見ててさ、見ちゃいけないもん見てんのか。いやいや、もう違う違う違う。ちなみに、昨日俺とジュン、50分ぐらい、うん、隙間があって、うん、どうしてももう外でするしなきゃいけないって、外で俺たちも道端で、うん、イフトボールっていうサッカーのゲームやりそうだったんだけど、うん、やばいね、もうやばいじゃん、さすがに。途中パチンコ屋さん行ってみたの、うん、で、ジュンパチンコ好きじゃないから、うん、そんな好きじゃない、でもなんかこう、暇つぶし行って30分とかさ、うん、じゃあ2000円だけ、うん、もうあげるからやりなよ、うん、で、当たったら2000円返してよ、うん、あー、2000円返ってくればいいよ、うん、はい、うん、いや、でも別に負けたら負けたら2000円はやらないよ、うん、っていう感じだったの、うん、2人とも2000円で、めちゃくちゃ出た。え、マジ？ビギナーズラック、ビギナーズラック2万円ずつ、うん、え、そんな行くんですか？2人とも15分でね、15分でね、超楽しいじゃん、うん、20分で、いいな、2万ぐらい出たからね、すごかったよね、それ一回味わいたいな。で、めっちゃやばいのがさ、うん、ジュン最近病んでるとか言っててさ、うん、毎日同じ繰り返しだとか言って、うん、いや、毎日俺と飯食って、毎日俺金出してんだよ。おい、つって言ったら、確かにそうだよね、とか言って、俺って幸せだとか言って。お前、元気にしてんじゃん。え、そうだよ。ポジティブな、ほんとポジティブなんだよ。でさ、ほんとポジティブなんだよ、もう間違えてない。お前言った方がいいよ、今の間違えてるよ。だって全部思ってんでしょ。違う、周りをポジティブにする意味ってこと。すごい言ったってこと。でもさ、あのパチンコすごかったよね。いや、ほんとだよね、うん。一回当てたんだよね、なんかね。それもやっぱ一瞬で終わったもんね。ね、なんか持ってないよね。なんか持ってないよね。でもそれがなんかいつかポンっていうジャックポット的な何かがあるんじゃないかっていう期待でやっぱ大掛けしたよね。うん、まあ確かに2024年は YouTube の動画としてジャックポットバンバン出していきたいなって。そうだね。そうだね。思ってます。本気でいきましょうよ。まあね、今日の動画を見て思うだろうけど、まあこの人たち疲れてるなって思ってると思う。多分。あのね、ぶっちゃけ正直一個言っていい、なんか俺たちもこれ本当に面白いと思ってるって言われたら自信ないっす。しかも別に素直に行こうよ、うん、俺たちも正気じゃないってことだけ分かってほしい。ただ今日、うん、なんと夕方の5時にはもう仕事終わりだからね、うん、今日この YouTube 撮影できない用事があるから、うん、そうすると俺意外と帰るの早いから、うん、今日めっちゃ寝たら、うん、明日から撮影頑張れるよって思ったんだけど、うん、明日休みがない、うん、やっぱり撮影以外のね、撮影の予定がない。ただ正直そんな帰りは毎回遅くないんだよね、うん、だからちゃんと寝るから、うん、次の撮影の時はぶちかまそうよ。いや、
でも結局今の俺を考えてると、うん、その隙間の寝る時間を食って俺ら撮影しないといけないかもしれない。だからそれは無理だって。それで俺らいつもその歯車の違いがあるんですけど、俺もさ思ってたの、なんかこれが、うん、そんな大事な仕事じゃないって言ったら嘘だけど、うん、そんな仕事はないんだけど、うん、歌わない仕事だったら全然いけたんだけど、うんうん、歌う仕事の日は前日ちょっと寝なきゃやばいっすから。そうだね。そうです。で歌い終わった後喋れないですからね。そう喋れないから最近ね、うん、歌多いからね、うん、やばいよね。まあ本業なんだけどね。こんなさ忙しい忙しいとか言ってるけどさ、ツイッターとか見てる人はさ、あのユーリのさツイッターになんか俺らこういう子供が乗るやつ載ってたじゃん、うん、嘘だと思われる。あんな動画あんな動画見せられたら、いやもうやってる。ユーリやってるって思われる。あれ朝7時に起きてリハ行ってリハ終わったと3時間あんの時間が。3時間じゃ YouTube 撮れないからね。 YouTube 撮れないから、うん、パチンコの話だってそうだよ、パチンコやってんだよって俺ら。おい、さっき話ちゃんと聞いた、うん、50分しかなかったんだ。俺たち50分でパチンコ行って、うん、15分で金増やして、うん、その後サッカーゲームやってる。いやいや、暇じゃねえかよって言われちゃうよ、そんな嘘に聞こえちゃうよ。さっきけど俺たち頑張ってるよ。3時間あったら取れるしね。準備してきて取れるよね。こういうの取ろうって今ね。無理無理無理。まあね、まあ2023年もな、とりあえずこれは本当に2023年最後のダメ動画、うん、になるんですか。おい、言っていい、なるんですか。言っていいじゃねえよ。これ最後でいい。最後にしよう。じゃあこれもう誓おうよ、神に誓おう、誓おう、うん、これは本当最後にしよう、うん、こんな、うん、インスタライブじゃねえけど。本当だよね。やばい。だからなんでこれ最後にします。これ本当に最後。しかも今回に関しては、うん、いつも恋します、ちょっと面白いこと言えた自信あったの、うん、あ、ちょっとってことあったの、うん、今回言ってくゼロっす。なんと混んでたもんね。混んでた、普通に。だから何にも起きなかったから、ちょっととりあえず手応え今感じてないって俺たちも思ってるってことだけ分かってほしい。その 100% の力でこれ絶対受けるよね、出してないってことだけ分かってほしい、うん、近況報告、そう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 、たまに時には必要だろって。そう、最近みんな何してたのって言われて、うん、そう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 、最近ゆるいのないかって、まあ、うん、そうそうそう、うん、いや最近ゆるいのだらけだったもん。とりあえずこれが2023年最後のゆる動画で、はい、こっからも真剣に撮っていくので、はい、大丈夫か、おい、ね、大丈夫か、そんなこと言って。一旦言っとく。一旦言っとく。一旦やっぱこうケツ叩き合ってるのみたいな、うんうん、今日のエンディングは、うん、一旦自分たちの鼓舞も込めて、うん、ブレイミーじゃなくてピーターパンに変えたいと思います、はい、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。チャンネル登録グッドボタン、ミサモトフッチもサッチもそこ使ってんだよ。そこじゃないんだよ。あれ歌入ってねえし。チャンネル登録お願いします。